はい、青年団全力応援ということで、ベスト4をかけた戦いの2試合目、アルビレックス新潟対鹿島アントラーズ、振り返りたいなと思います。結論、新潟が、入りのところで失点をして、そこから畳みかけられ、前半に6失点。これね、あんま見たことなかったですね。で、まあ 6-0 でそのまま後半はスコアは動かすっていう形だったんですけども、まあ鹿島が容赦なく、まあ鹿島らしさっていうのありましたね。そこをつけ込みに、無慈悲に畳みかけていって、ベスト4を掴み取ったというような形でした。まあ6点ババッと取ったアントラーズ。まあ新潟は、3点目取られたあたりから選手を変えて、ちょっと上位にボールを動かして攻め込むっていうシーンもあったんですけども、やっぱり最後の最後でその鹿島のイズムみたいなところが強かったなと、やらせないところ、決定機っていうのはほとんど作れなかったんじゃないかなと思います。で、一方で鹿島はその6点を取った。とて、まあメンバーはやっぱりね、次のラウンドもあるので変えつつでしたけれども、メンバーを変えてもしっかりと次の得点を取りに行くっていうところで、なかなか追加点が取れなかったっていうところは結構反省点にしてしまうぐらいの、やっぱり勝負へのこだわり、ゴールを取ることっていうところへのこだわりみたいなの、すごい怖さっていうのを感じ取れて、なんか久々にその鹿島らしいものっていうものを育成年代で感じられたので面白かったかなというふうに思います。まあ余力を残して準決勝に行ったことが吉と出るのか、まあちょっと大差をついて、緊張感がある試合ができなかったっていうところがマイナスに働くのか、そこはちょっとわからないんですけども、まあ、ひとまず勝ったことっていうのは大きかったなというふうに思ったところです。はい、で、選手の振り返り入りたいと思います。で、新潟なんですけども、まあちょっとここが3名出したいなと思っていて、21番の松浦選手、これゴールキーパー、1点目、ね、彼のミスで失点したんですけども、ただその後、まあほぼ他のチャンスは難しいところが多かったと思います。ただその、カジュアのチャンスがですね、新潟とてのすごい決定的なピンチみたいなところは、まあ、点を取られた部分もあれば、収められていた部分もあって、やっぱその後ろからの繋ぐところであったり、やっぱシュートのしっかりセービング、反応みたいなところは、要所要所で鹿島に攻め込まれる中でも発揮できていて、まあ、サイズもありますし、まあ、ちょっとこれから将来性がね、楽しみな選手っていうところは思いました。まあ、60点というのは結構屈辱的だと思うので、これをバネにね、より成長してほしいなっていうふうに思っています。はい。あと、新潟途中から出てきた、この本間響選手ですね。彼がボランチに入ってから、結構そのボールを動かせるようになってきたような印象があって、中盤の底で受けて、ターンして、剥がして前に侵入していって、で、散らしていくっていうところ、あんまり奪われないポジショニングを取ってゲームをコントロールするっていうところが非常にできているところで、まあ、新潟最初からこういう形がやりたかったのかなんて見ながら思ってはいたんですけども、まあ、前の試合はスタメンで出ていましたね。まあ、そこのリズムを作れる。前向きに攻撃の、チームを前向きにね、流れを持っていけるようなボールを触りながらできる選手ということで、ちょっと目立ったなというところですと。はい。あと、ま、新潟は一番アタッカーのこの11番の上田選手ですね。左サイドで、こう、矢のように仕掛けていくドリブル。あと、プレーの連続性止まらない。そこの、守備に入ったネガティブトランジションもやるし、やっぱ球際のところは取りに行くし、強引にでも相手二人のところを塗っていこうとするような形で、結構怖さがある選手でしたね。最後、結実はしなかったんですけども、得点というところに関していては、まあ、そこの怖さっていうのは、出せ、守備のところでも強度も発揮し、まあ、もう少しちょっとイーブンの展開が続けば、彼のところに何か起きたんじゃないかなというふうには思いました。こっち北信越リーグなんかでももう一回見たいなというふうに思った選手です。はい、では、勝ったアントラーズの方に行きたいなというふうに思います。まあ、アントラーズ、取り上げる選手たくさんいたいんですけども、絞っていけば、まあ、5番の大貫選手ですね。ボランチのところでボールを奪いに行くところ、競り合いのところ、ゴール、セットプレー崩れのショートコーナーから点も取りましたけど、まあ、自らが終盤で奪って起点になっていくんだっていうところを示した。まあ、後半はね、東島選手が、出た後はキャプテンマークをつけたりしていたんですけども、まあ、そうやってチームを引っ張っていこう、守備のところから引っ張っていこうっていう意識が強くて、非常に存在感、頼もしさがありました。はい。で、9番の滝沢選手ですね。彼は13のエリートでも見たんですけども、その時よりもはるかに良くなっていっている。やっぱそのボックス内での勝負を仕掛けに行くところ、ドリブルで中に行くところ、シュートの精度みたいなところで、点を取れる9番っていうような頼もしさが感じますし、彼が2年生っていうのがなお驚きですね。この日はヘディングと左足のシュートでゴールを決めたんですけども、よりそのボックス内での駆け引きであったり、
まあ、シュートの、どこを選択するのかみたいなところを研ぎ澄まされればかなり怖い選手になるんじゃないかと、今の自身でも結構できるので、思ったところですと。はい、あとこれ、途中出場なんですけど、これ20番の石渡智也選手ですね。彼が、まあ、ほんと 6-0 の後で出てきたんですけど、2年生で、非常に右サイド、右の内側ぐらいから、ゴール前に侵入していく技術、テクニックと、相手に取られないところ、間合いの。で、差し込んでいく。相手の嫌なところにドリブルであったり、パスであったり。そういった際のところを取りに行くみたいな、いい意味での嫌らしさ。嫌なところをついていける技術がある選手。で、キックの精度もあり、オフェンシブの能力が高いなというふうに思ったところです。体もまだまだね、成長する余地があると思うので、これから絶対に中心になっていくんじゃないかなと、この 6-0 の展開で出てきた中でも思った選手でした。はい。で、ちょっと今日のマンオブザ、この日のマンオブザマッチなんですけども、10番の小笠原選手かなというふうに思います。まあ、6-0 の中で、ゴールに、どのゴールにも、やっぱり起点であったり、アシストであったりっていうのを結構絡んでいたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ゴールへの関与率で言ったら一番高かったように思いました。で、その起点を作れてやっぱりフィニッシュを持っている、そこの6点目、これがやっぱ本当にインパクトがありましたし、自ら左サイドに起点になって、浮き球でふわっと、パスを縦に出して、リターンを内側でもらい、そこから斜めにゴール前に侵入していって、中央にパス、これを13番高木選手がスルーして受けた8番の平島選手が、左前方にボックス内、パスを出したらそこに、一番最初に出した小笠原選手が走り込んでいて、ゴールキーパーとの1対1を冷静に、決めて右に流し込んで6点目。このゴール一連の流れが非常に綺麗で起点を作ってフィニッシュを決めた小笠原選手見事だったなっていうふうに。両足のキック精度、3点目の左足の右の奥からのクロスと、左サイドでショートコーナーで右でニアに合わせたクロスと、この長距離のボール、ロングボールというんですか、まあ、クロスっていうんですか、クロスをこの両足で質の高い曲がって落とせるボールを蹴れる選手って、この育成年代であんまり見ないんですよね。縦パスをさせるとか、ショートパスの上手さを、がある選手は多いんですけども、両足で、あと、一回触ればゴールになる。ヘディングで、みたいな。の、生み出せるボールを両足で蹴れる選手、放れる選手、怖い。相手にとって、かなりその失点のピンチが、の確率が、失点の確率が高まる、フィードを蹴れる選手ってなかなかいないので、そこは、すごい脅威でしたね。あとはゲームを読む力。小柄ですけど、ボール、奪われないですし、その収めて時間を作るところ、前に進んでいくところ、あと守備のところでもここ奪い切ればいけるってことでグッていけるところ、あとボールを持っててもやっぱり相手に触られないポジションの取り方、ボールの隠し方みたいなのもあって、非常に高いサッカーセンスを感じました。そこの彼のアタッカーとしての能力、ゲームを読む力っていうのが、この試合の大量得点につながったんじゃないかなというふうに思います。はい。というような形で、ベスト4が出揃いました。まあ、これを出すときはもう優勝決まってるかもしれないんですけども、非常にそのアントラーズの2年生、下級生のね、質の高さっていうところで、その下級生に気持ちよくやらせる3年生のプレーっていうのも見れて、いいチームだなというふうに思った次第です。まあ、新潟はね、9番の代表の山崎選手がいなかった部分、ちょっと不完全燃焼なところもあるかなと思いますけども、まあ、再戦、もうこれもある意味再戦して、新潟がどれだけリベンジを気持ちに乗せて、そこをプレーに発揮できるかっていうところも楽しみにしたいなというふうに思います。まあ、あと2試合、全力を尽くしてほしいですね。